AKB48 研究生のワオ。 AKB48 研究生のワオ。この番組は AKB48 18期・19期研究生が食リポ、体験ロケ、街ブラなどバラエティで定番のさまざまな企画に挑戦。ロケ番組に必要な能力を育成していく番組です。はい、18期研究生の成田小日菜です。よろしくお願いします。はい、18期研究生の秋山里奈です。よろしくお願いします。はい、19期研究生の河村結衣です。よろしくお願いします。なんと今日は鎌倉にやってきました、はい、すごい、めっちゃ後ろが海で、もうなんか今日 MV 撮っちゃうんじゃないかなぐらいの天気なんですけど今日は何をするんでしょうか。やっぱりアイドルとしていろいろなこう力をつけていかないとと思うんですけど、はい、今日は皆さんに表現力、表現力どういうこと。鎌倉で表現力、表現力必要だなって思う場面あったりしますか。まあ、そうですね、普段劇場公演とかをやらさせていただいてるんですけど、やっぱダンスとか歌だけじゃなく、こう表現力もやっぱ磨いていかなきゃいけないなっていう風に常々思ってるので、うん、磨いていけたらいいなって思います。なんかどれだけダンスと歌が上手でも表現力がないとなんか足りないなとか、うん、もう惜しいなとか思う部分とかパフォーマンスだとあると思うので、うん、その部分を磨いてね、さらに自分たちもっとレベルアップしていけるようにね、うん、頑張りたいです。私も表現力がまだまだなので、うん、先輩方のようにたくさん表現力をつけられるように頑張りたいなと思います、はい、頑張ろうね、一緒に。やっぱり先輩の表現力豊かだ。はい、はい、おすごい。本当に、はい、思ってなかったんだけど大丈夫かな。じゃあ早速いきましょう。はい、はいはい、それではレッツゴー。前回に引き続き鎌倉を訪れた3人、まず向かった場所がこちら。鎌倉創作和菓子手まり。表現力を身につけるということですが、一体どんな場所なのでしょうか。お邪魔します。え、待って、何、待って、すごい、いっぱい和菓子が置いてある。めっちゃ可愛い。いらっしゃいませ。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。え、ここってどんなところなんですか。ここは練り切りをメインにした和菓子のお店なんです。なので全部手作り の和菓子と思ってもらえれば。はい、すごい。そう、こちらは創作和菓子を製造販売するお店。ここで表現力を養うために行うこととは。体験コーナーっていうのがちょっと見えちゃったんですけど。あ、ありがとうございます。こちらですね。すこちらでも体験教室をやってるので、まあいつもは飛び込みの方ってあんまいらっしゃらないんですけど、今日は特別に。いいですか。はい、内緒ですよ。内緒。はい、ということで今回は特別に体験させていただくことに。しかしこんな繊細に作られている和菓子、飛び込みできて簡単に作れるものなのでしょうか。場所を移動し、まずは先生のお手本を見せていただきます。今日は夏本番ということで、ちょっとまあ夏をモチーフにしたデザイン2つを考えてます。この色がついてる2つはこの練り切りの種の部分ですね。材料は白あんに牛皮を練り混ぜたものになります。でまずはじめにこんな風に生地を柔らかくしたら、あんこを中に包んでいきます。はい、すごい、こんなに早く包めるのに。もうすでに難しそうだけど。お水ですか。お水を、そう、目の付けどころがさすが。お水をつけてこの練り切り同士の接着剤代わりにしていきます、はい、あ、なるほど。なんかいちご大福そういえば作ったことあったんですけど、でもなんか大福のお餅の部分がくっつかないんですよ、私たちが言うと。下に粉を多分つけすぎちゃったのか、はいはい、そういう部分もなんか難しいなって思って。すごい ね、水でくっつくんだね。これがそのさっき言った牛皮のお餅の特性になって
で、ぼかしという和菓子の今技法なんですけれども、このぼかしを使ってあるものを表現していってます。なんだろう、青と白、青と白、空とか、お、ね、こんな感じでどうでしょう、夏空です。すごい、すごい、タイトルが素敵、夏空、素敵、はい、夏のこの湘南の海をイメージして海に浮かぶヨット、はい、そうですよね、ヨットかなって。さっきまでさ、確かに丸と丸だったの、ね、こうなるなんてすごいというのをやっていただきますので、はい、先生はサクッと10分ほどで作り上げていましたが、とても繊細な作業ですよね。皆さん大丈夫でしょうか。ちなみに25分間でちょっと作り上げていただけたらなと思っております。頑張ります、頑張ります。では25分間スタートです。ということで、まずは素材選びから。今回用意していただいたのはこちら、6種類の外側の皮となる部分、そして中身となるあんこが2種類。何色を使いたいですか。私はベースを水色にしたい。じゃあ黄色に。黄色。何色がいいと思いますか。何色だっけ、ペンライトカラー。赤と紫。紫ありますよ。3人ともベースの色が決定。しかし今回のテーマは表現力。皆さん表現したいものは決まっているのでしょうか。なんかどんなの作りたいですか。お花っぽくしたい。お花っぽくしたい、わかりました。あはは、可愛いですね。なんか浜村さん、はい、浜村さんはどんな風にしたいとか。何がありますか。何がありますか。そうだ、紫か。紫、なんだろうな。紫でもなんかシンプルにお花とかも可愛い。確かにね、うん、一緒にお花作る。はい、で、小ひなちゃん、はい、そうです、可愛い。 ありがとうございます。私は黄色と紫がペンライトカラーなんですけど、はい、黄色と紫で何かできるものってあったりしますか。さつまいもぐらい。そうですね、紫芋になりますね。とりあえずじゃああんこ包んでみましょうか。はい、で、ま、ずということで、お花、お花、お芋でひとまず制作スタート。失礼します。はい、まずは外側の皮の部分を練って広げ、中に入れるあんこを丸めていきます。もうどっちも好き、こしあんも白あんも。私もどっちも好きです。ほんと、はい。癒されます、なんか、すいません。癒しキャラ、あ、癒し、あー、出てます。なんかこのアルファーファーみたいな。アルファー、なんて言うんですか。そしたらその上に丸めたあんこを皮で包んだら、本格的にデザインを入れる工程へ。ゆいちゃん器用なイメージあったんだけど、ちょっと意外とあれ、ここで判明した。もしかして。さあ、ここでベースが出来上がったので、あとは皆様思い思いに貼り付けたり線をつけてみたり、まあ、さっき私が使ったこの三角棒っていう道具とか、このマドラーみたいなこの白い道具を使って、こう表面をスーッと撫でると表面が伸びていくので、この感じだったら、すごい、こういう感じだと多分この道具と材料でできるんですけど、これこういう感じだったら、このベースの色に小さな大きさに切り分けて、こう貼り付けていくっていう作業をします。3粒ずつぐらいにこうちょっとちぎって分けといて。難しいね、これで。それをさっきよりもちょっと少なめに、全部包まずに、紫芋の画像を調べてみますね。あるんですかね、前代未聞。でも新しいデザインが生まれるっていうことですね。やっぱそうですよね、はい、海の苦しみを今。大丈夫かな。歌ったり踊ったりするんですか。はい。当たり前ですよね。すごいな、ダンス難しいですよね。いや本当に難しいですね。いやダンス苦手だったもんね。本当に私苦手で、最初未経験者だったんですけど、こういうのも成長。確かにね。あ、上手上手。そうそう、そんな感じで。すっごい芋っぽくなった。いい
いいですね、チームお芋はもう完成にどんどん近づいて近づいてますね。真ん中にチームお花もラストスパート。真ん中に印をつけたら半分ずついきましょうか。半径ずつ、下からこう上に向かってこういう感じ。あ、なるほど。お、いいですね、上手上手になってます。はい、1等分に。ちょっとじゃあお芋さん余裕があったらですね、はい、竹串とかで尖った部分ですって撫でると、はい、シワっていうんですか。お、なるほど。よりリアルな、はい、仕上げに入りましょうか。さあ大変、あと1分。わお、お、わお、あ、すごいナチュラルワオが出た。超ナチュラルワオ出た今。これバランスが、うん、そう、なんかこのすぐ下とかにもう1本ピッてやると軽くお水をつけておくみたいな。あ、なるほど、かわいい。3人が和菓子に込めた思いとは。完成しました。イエーイ。ちょっと難しかったですね、本当に。何よりもこのお題を与えられないっていうこの一番の難しいところをね、限られた時間の中で完成させるっていう、やっぱりさすがプロだなと思いました。皆さん少ない時間でどんな和菓子を作ったのでしょうか。まずは秋山さん、完成したものがこちら。鮮やかな水色の綺麗なお花。これで表現したかったこととは。まず私のベースのカラーは私の大好きな水色にして、あといろんな色をグラデーションしたんですけど、私がなんだろう、今後アイドルの中での花を咲かせるためにはいろんな色を付け足して、やっぱ表現力だったりとかいろんなのが合わさって私の花が咲くんじゃないかなって思って、このお花みたいに自分も咲きたいなと思ってこの作品を作りました。すごいもう意味が込められてるんだね、ちゃんと。はい、めちゃめちゃ可愛いし上手。嬉しい、とっても上手ありがとう、嬉しい、褒められました。続いては川村さん。紫をベースに秋山さんとはまた違った雰囲気の可愛いお花を作り上げました。私もお花を作りました。うん、なんだろう、ペンライトカラーね。ペンライトカラーの紫で可愛くなるように作りました。お、えらい、ゆいちゃんも花、お花、お花です。やっぱさ、色が違うとこんなに雰囲気が変わるんだっていうぐらい、めっちゃ和が、和って感じしない、この色に。超かわいい、上手、2人とも頑張ったね。ありがとうございます最後は和菓子で芋という斬新なアイデアで作り上げた成田さん。あれ、芋を作ったんですけど、うん、ポイントがありまして、ここにかじられた跡があるんですよ。見えるかな、こちらに。ちょっと見せて。歯型がついてるんですけど、これがすごいちょっとポイントで、初期は芋だったけど、ファンの方とこうね、切磋琢磨、成長しながら成長していくよっていう作品です、これ。すごい、頑張って意味つけてみた皆さんそれぞれ個性が出ていて、少ない時間で作ったとは思えないクオリティ。結構時間短かったけど、うん、完成したし、うん、よかった、本当に。よかったね、完成してよかった。どうなることかと思いましたよ、本当に。すごい本当にちょっと難しかったとは思うんですけど、はい、実はちょっともう一箇所、うん、もうちょっと表現力を養えるような場所を用意してるんで、はい、ちょっとそちらに向かいましょう。はい、はい、せーの、レッツゴー。よっしゃ日も暮れて、続いて訪れたのがこちら、アトリエ&ギャラリー一輪。中に入ると本がびっしり。
明治から昭和初期に出版された日本文学の名作の復刻版をおよそ100冊も所蔵しているんだそう。ここではそんな時代を超えた名作文学から得たインスピレーションを一つの花、一つの葉で表現する一花一葉という体験を行っています。こんにちは。こんにちは。皆さんは本好きですか？好きです。私も結構読みます。私も結構読みます。本当ですか？こういう古い本って見たことありますか？ないです、実際初めて見ました。これは明治、大正、昭和初期の100年以上続く文豪の本の完全復刻版なんですね。すごい。それで、はい、これってすごく綺麗じゃないですか？綺麗です。明治に入るまではこういうのが本だったんです。確かに。わかります？和とじ本っていう、和とじ本見たことありますか？実際にはないんですけど、ドラマとか ね、 そうかね、出てくるのは時代劇に出てきますよね、はいはい、で明治6年に日本にこういう立つ本が入ってきたんです。寝てたものが立体になる。そうすると日本人が頑張って美意識を出して、これを美しいものにしようと仕上げたんです。でその中特に綺麗なものを作っている人がいて、それが夏目漱石なんですけど、有名な我が輩は猫である、知ってますか？はい、でこれはすごく美しい本として有名で、すごい、すごい絵柄がすごいかっこいいでしょ。すごい、初めて見ました。私も初めて見ました。でしかも綺麗だな。これ転勤本と言います。転勤本、転勤本、転がすごい、ね、この時代は本当に金を張ってたんです。ちょっと開けてみてください。すごい。ちょっと開けてみて、何か気づきませんか？開けてると、なんか、なんかくっついてる、下がくっついてるでしょ。はい、どうやって見るの？これをね、アンカット版って言うんです。アンカット版、うん、これは読む人が自分でペーパーナイフで切り流れるんです。そうすると、じゃあどこまで読んだかが分かるし、世界で自分だけの本になる。ね、もう一つ夏目漱石、今日はちょっと心がありまして、これは夏目漱石自身が書いたんです、この字。この詩、これが心って読むんですか？そうなんです。で昔は全部こうやって送り仮名が振ってあったんです。読みやすい。今日この中身をじっくりやりたいんですけど、その時間ちょっと難しいので、この本を見て今とは違うこの美しさをちょっと今度はお花で表現してもらおうと思います。お花、はいはいはい、名作文学の美しさ、圧巻ですね。これを見て皆さんはどんなことを感じたのでしょうか？それをお花で表現するとは、これもまた難しそうです。皆さん、いけばな初心者ということで、フラワーアーティストの熊谷さんに教えてもらいながら作り上げていきます。今回は3人とも違う花瓶をご用意。またしても個性が出そうな予感。皆さんの感性で、はい、ストーリーを紡ぐような感じで、はいはい、まずは葉の部分を好きな形に折っていきます。じゃあいきますよ、こういう感じ。あ、はい、わかりました。え、女度胸、女度胸。そう、一発で決める。チャンスは一度よ。そう、席がバレちゃう。ほほ、そうそうそう、いいよ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 。三箇所か。大丈夫よ。気持ちを込めて。いいですね。で、そしたらじゃあちょっと入れてみて、どこで折るか受けながら決めてもいいでしょ。はい。ついこの横長の容器、これ初めて見ました私、これお花で。面白い、ね、難しいねこれ、うん、どうやったら立つんだろうこれ。確かに、どうしたら。で自分で正面決めてくださいね。ここは正面だっていう。でそこもしあれだったら上、あの切ってもいいし、そのままでもいいし。はい、ちょっと立たないの、どうしたらいいの。どうした、どうした、浮いてる。なんか漬物を作ってるなんか美味しそうだよ。成田さん、特殊な花瓶でかなり苦戦中。おお、うん、で正面自分で決めるね。はい、ありがとうございます。あ、素晴らしい素晴らしい。
そう、ここからはね、デザインをしていきます。ランを入れましょうか。完成に向けお花を刺していきます。難しいね。さっき立ったもんね。ちょっと触っちゃったから。出て勝手に出てきちゃった。大丈夫大丈夫。時には強引さも必要。これでいこう。あ、でもこれもこれでいいね。いいですね。長いまんま入れてもいいですよね。縦のラインを強調して。かっこいいじゃん。すごいすごい。アートになってる。チャレンジャーですね。そこに来たか。あ、すごいバランス。果たしてどんないけばなが完成したのでしょうか。できましたか。めちゃめちゃ、はい、はい、素晴らしい、できました。斬新、皆さん。ちょっとお一人ずつ作品の説明をお願いします。はい、まずは考え込みながら作っていたのが印象的だった秋山さんから。はい、私はじゃーん、こんな作品に出来上がりました。すごい伸びやかで、はい、なんか私はこう困難があっても伸びたいっていうので、もうこの子絶対最後は上に向かせようと思ってもう最後ピンと上に向かせて、まあこのくじけた子もくじけちゃった子もいるんですけど、ここにでもそうならない この子たちみたいに最後まで伸びていきたいっていうのと、そしてこうお花みたいに輝きたいと思います。素晴らしい。このくじけた子がいい味出して、はい、素晴らしいバランス感覚です。ありがとうございます。続いては特徴的な花瓶に苦戦していた成田さん。私はなんか容器が横長でなかなか花が立たなかったので、なんかちょっと奇抜な形になったんですけど、この茎が心の壁みたいなのを表してて、もともと引っ込み思案だったけどこう出てきたよっていう私の性格を表しました。素晴らしい。絶妙なバランス感ですけど難しかったですね、この容器。すごい、この勢いがあって素晴らしかったです。ありがとうございます。最後は本日意外な不器用さが発見された川村さん。私は容器が縦長だったので、その長さを活かせるようにお花もそのまま長いままいけて、ここも部分も縦長になるようにしました。すごい、まとめ方がすごく良かったですよね。縦のラインがスッと出てて、シンプルですごくモダンな感じで、うん、はい、ありがとうございました。一応前半和菓子作ったり後半いけばな作ったりして、こう一応表現力っていうテーマでやったんですけど、反省とか課題とかって見つかったりしましたか。その作品作ってる中でもすごい自分が迷った部分とかもあって、実際パフォーマンスするときに迷うものじゃなくて、なんか内側から自然と出てくるもので表現するのが一番かっこいいなって思うので、この作品たちを作れてそうやってなんか気づけた部分もあるので、これからもっともっと成長していきたいなって思います。そうですね、私は結構ファンの方だったり周りの方からなんか個性的だねっていう風に言ってもらえたり、個性を褒めていただけることが多かったので、なんか2人とはちょっと違う一面を今日1日で見せられたんじゃないかなっていう風に思っているので、これからも個性を忘れずこのまま伸ばし続けたいと思います。和菓子だったりこのお花を生けて、その出来上がったものの説明として言語化するのもすごい難しいなって感じて、お二人がとってもすごい言語化するのがお上手だったので、たくさん今日学びました。私たちから、はい、ありがとう、ありがとうございます。
これからもロケ頑張るぞ。わおでは今週のディレクターが選ぶベストシーンがこちら。すっごい芋っぽくなった。いいポイントがありまして、ここにかじられた跡があるんですよ見えるかな、こちらに歯型がついてるんですけどかじった跡をつける妙にリアルな芋を作った成田さん、斬新なアイデアでした。踏み